崎市川崎区の JR 川崎駅構内で、京浜東北線の北高蒲田駅回送電車が、軌道上の工事用車両と、衝突、先頭の1両目の区配233、1077と、2両目の左配233、1277が、脱線して1両目が完全に、横転し、正面と進行方向右側面に、激しい損傷を受け、2両目も傾斜して停止した。当該列車の運転士と車掌が救出されたが、いずれも軽傷だった。原因は作業員が京浜東北線の終電車確認を怠って、作業用車両を誤って出したため、この影響で京浜東北線、根岸線は2月23日いっぱいまで、蒲田駅から鶴見駅間で運転を見合わせた。24日未明に事故列車を側線に移動させたことで、24日の始発から運転を再開した。このため、運転見合わせ中は並行して、走っている東海道本線との乗り換えが必要だった。また、復旧作業による送電停止の影響で、南武線の川崎駅から武蔵中原駅間で、同日午前10時から11時頃まで、運転を見合わせた。この事故で運用を離脱した裏177編成は復帰せず編成ごと、廃車となった。このうち、損傷の激しかった区配233、1077と、左配233、1277は2016年12月4日付で、東京総合車両センターに、改装された残り8両は、2018年5月までに、解体された。当該編成は、E233 系発の、廃車となった。また、2018年10月3日付の JR 東日本ニュースによると、脱線、大破した10号車、9号車と工事用車両を、事故の歴史展示館に、事故当時の状態を再現するとしている。